今ね、ハローワークから、ハローワークじゃない、ワークマンからね、帰ってきました。まあ、いろいろ防寒具を買ってきました。まあ、買ったのは、このね、まずね、寒かったのが、手がめちゃくちゃかじかんでやばかったんですよ。なので、手袋、ワークマンのね、手袋ですね。次はね、これブーツ。足もね、ほんと寒いんでね、これも2900円の防水のね、ブーツを買いました。で、あとラスト、ネックウォーマーですね。ヘルメットからもう、隙間風がね、すごい寒いんですよ。なので、ネックウォーマーをね、して、風を防ぐって感じです。ただね、もうこの3つだけですね。本当はね、バイク乗る人とかね、ご存知だと思うんですけど、ワークマンのイージスっていう、やつがめちゃくちゃ寒さに最強、安くて、もうめちゃくちゃあったかい。あれをね、まあ、買おうと思って行ったんですけどね、まあ、ワークマンの中もね、すごい人がね、自分がね、わざって、まあ、脇道症で、やっぱね、人がいたんでね、肝心な羽織がね、まあ、探すのが困難になってね、まあ、それだけ買えず、まあ、帰ってきたって感じですね。まあ、全部買えなかったんでね、また今度、まあ、それだけね、買いに行こうと思います。はい。ありがとうございました。